甲府市の不評第49連隊英書後非不評第49連隊は、大日本帝国陸軍の連隊の一つ、山梨県甲府市において編成された連隊である。日本陸軍では1904年からの日露戦争まで、この絵師団のほか、東京の第1師団から、小倉の第12師団まで、北海道、東北から九州まで全国に12の師団が配置されており、 1894年の日清戦争まで山梨県から重宝された兵は、この絵師団及び東京の第一師団に配置されていた。日露戦争中には13師団から16師団の4個師団が増設され、甲府連隊となる不評第49連隊は1905年4月12日に上級部隊を第13師団として戦争末期にカラフト及びシュベリア攻略を 目的として編成され、カラフトと韓国に出動している。1906年10月2日、北韓警備中に軍機を消失し、同年12月14日に再授与される。詳細は、軍機軍機の笹具焼き等を参照1905年9月5日に、日露戦争は終結し、戦争終結後も、新設師団の平時編成が決定され、さらに第18師団までの増設が行われる。 増設と同時に、季節師団の再編成も行われ、1907年9月18日に、第49連隊は、第13師団から離れて、第1師団へ編入され、山梨県甲府市に、甲府連隊区が設置される。甲府連隊区は、山梨県のほか現在の神奈川県藤沢市域が、長木に入る。不評第49連隊は3000人規模の兵団で、当時は、 人口5万2700人余りであった甲府市では、連帯誘致による経済的効果や、山梨県で徴兵された兵が、遠方の兵団に赴かずに兵役を務められる利点から連帯誘致が起とされた。また、地域に兵団が存在することによる、県民、生徒児童に対する教育的効果も考えられたという、日露戦争終結直後の1905年12月7日、 甲府司会では、兵団設置の義を陸軍大臣に請願するの件を議決し、兵営誘致を陸軍省に上進した。請願は、静岡県や茨城県でも行われているが、山梨県では、県政財界の有力者であった公衆財閥の若尾民づくりと若尾家が、積極的に運動に加担し、同年12月17日の山梨日日新聞では、 西山梨郡相川村の土地提供を申し出ている。同月には山梨県会でも平営設置を受け付の意見書を内務大臣に対して上申し、山梨県は鉄道が通じた交通の要衝である手にや山間部である要害の地であることなどが論じられた。1907年3月12日13日の山梨日日新聞では政府は 交付への連帯設置に前向きであるが、12.3万坪の用地収得の寄付を条件としていると報じた。3月13日の資産次会員、市議会議員を交えた合同会議では、若尾民作りが10万坪の用地寄付を約束した。これを受けて、3月19日には、正式に交付への兵営設置が内定する。若尾はさらに、提供した、私有地周辺の土地を集積するため、 若尾王受書部の係員が用地買収を行った。1907年まで12万564坪の土地が集積され、現在の甲府市緑ヶ丘、北新、天神町付近がこれに含まれる。12万坪余りの用地の半分が平営と甲府営事病院に充てられ、残りの半分は連平状となった。1908年10月に平営の建設が開始され、 早野のくらの甲府市内の建設業者が受け負う。1909年43月31日に、兵営工事は終了し、4月21日には、千葉県奈良市の市を出発した第49連隊が4月22日に到着する。甲府連隊の設置により、甲府の軍都化が進む。5月30日韓国併合後の混乱に対して、第6中隊が警備に出発する。 満州へ配置となる、丘陵マツコ赤レンガ倉庫丘陵マツコが、山梨大学教育人間科学部の赤レンガ館として現存している。ありがとうございます。